大阪市警視庁本部庁舎大阪市警視庁はかつて存在した大阪府大阪市の自治体警察である。前身の大阪市警察局、後身の大阪市警察本部についても記述する。GHQ の指示で制定された旧警察法に基づき、大阪府では1947年12月21日に国家地方警察と各自治体警察が設置され、大阪市は 自治体警察として大阪市警察本部を設置した。その本部は大阪府庁内に置かれた。初代警察庁には鈴木英二が任命された。府庁には国家地方警察の大阪警察管区本部と大阪府本部も置かれており、窮屈であったので、1948年3月20日、大阪市警察局は本部を大阪市東区杉山城無番地の旧、 旧帝国陸軍の中部軍管区司令部庁舎に移転した。そして翌年9月1日に大阪市警視庁と解消し、警察庁は警視総監と称されることとなった。1954年7月から新警察法が施行され、国家地方警察と自治体警察が廃止されることとなったが、 大阪市警察も1年に限り存続することとなり、7月から大阪市警察本部に解消。同時に、長も警視総監から本部長に解消した。1955年7月に大阪市警察も大阪府警察に統合された。大阪市警視庁のパトカー1952年1952年時点。ありがとうございます。